皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。日本の国土は狭いと言われていますが、狭いながらも東と西では文化や習慣に違いがあります。例えばエスカレーターの立ち位置、関東ではエスカレーターを利用するとき主に左側に立ちますが、関西では右側に立ちます。食文化に関しても関東と関西では出汁やうなぎのさばき方、すき焼きの作り方などに違いが見られます。また畳の大きさでは関東、関西だけでなく東海や沖縄地方でも1畳のサイズに違いが。このように日本国内でも文化や習慣に違いがあるのですから、国単位ともなると文化や習慣にはもっと大きな違いが出てきます。そんな国の違いが海外のネット上で話題になっており、日本と自国の違いについて、日本と自国の一番の違いはこれ、日本との最大の違いはここと多くのコメントが寄せられています。そこで今回は外国人たちから寄せられた日本と自国の違いに関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私エレンがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。衆議院の安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会によると、永続的住民、一定の領土、政府、外交能力が国家としての4要素とされています。そして日本は196カ国を国と認めています。日本としては2023年の時点で195カ国に日本を加えた196カ国が地球上に国として存在しているという認識に。日本国内だけでも様々な違いがあるのですから、世界196カ国ともなれば驚くような違いも出てきます。例えばインドでは飲酒が許される年齢が地域によって異なっていたり、欧米では洗い終わった食器を洗剤の泡がついたまま乾かしたりと、その国々によって習慣や文化は異なります。今回話題になっていた自国と日本の違いには、外国人たちが日本の方がすごいと感じる点が多く挙げられていました。世界の人々は自国と日本の習慣や文化の違いをどんなところに感じているのか、寄せられたコメントを早速見ていきたいと思います。なんといっても日本は清潔で綺麗。地下鉄の車内も駅の構内も街も公園も私の国のようにゴミだらけじゃない。日本は安全で安心。私は東京で夜の街を一人で歩いたことがあるの。夜女性が一人歩きできる街があるなんて信じられなかったわ。日本では大人が付き添わずに子供たちだけで登下校したり、子供が一人で電車を利用したりできるんでしょ。こんなこと私の国では絶対にありえない。安全な日本だからこそできることだわ。母国との大きな違いは電車の遅延がないこと。日本では何か突発的なことが起こらない限り電車は時間通りに到着する。そして到着した電車はシートが破られていることもなく清潔で安全だ。本当に日本の鉄道はすごいと思う。私の国では時間通りに電車が到着することなんてまずありえない。しかも遅れるだけじゃなく、予定のホームに到着せずダッシュで別のホームに走らなければならないことも珍しくないね。国民の衛生に関する意識が違うよね。日本は世界最高の国民が暮らしているからね。日本は美しい。自然、風景、歴史ある建物、そしてゴミのない街が美しい。こっちでは当たり前のようにゴミが落ちているからね。識字率がほぼ 100% という日本人には信じられないことかもしれないけど、こっちでは読み書きできない人が 20% もいるんだ。日本は全てにおいて自分の国より優れていると思うが、唯一労働に関してだけは我が国の方が優れていると思う。夜遅くまで働くなんて働きすぎだ。こっちでは考えられないよ。日本のトイレの美しさは感動ものよ。そして日本の美しさはトイレだけじゃない。ゴミ箱がないのに街も道路もすごくきれい。日本に住んでいる僕が自分の国との違いを感じるのは、ドライバーが荒っぽい運転をしないということ。
多くの日本人はマナーを守って運転している。日本は清潔で静かだ。都会でも絶え間なくクラクションが鳴り響くようなことはない。これだけでも移住する価値はあるよ。こっちとの大きな違いは法律が守られているということ。こんな基本的なことが守られていない国もあるんだよ。最近日本旅行から帰国したばかりなんだけど、文化や習慣において全て日本の方が上だと思っている。そしてまた早く日本へ行きたいとも思っているんだ。日本は自国に比べて清潔というコメントが多いようですね。さて、日本は清潔と言われていますが、世界で最も清潔な街と言われているのがシンガポールです。シンガポールではゴミのポイ捨てなどに罰金が課せられています。たとえどんな小さなゴミであってもポイ捨ては許されません。ゴミをポイ捨てすればおよそ25,000円、2度目のポイ捨てとなればおよそ16万円の罰金を支払わなければならないこともあるのだとか。そしてガムは販売だけではなく持ち込みも禁止。かつてシンガポールでは噛み終わったガムのポイ捨てで迷惑を被る人々が多かったそうです。そこでシンガポール政府は1991年にガム禁止令を成立させました。この法律によってシンガポールでガムを販売した場合およそ17,000円、持ち込んだ場合は最高およそ86,000円の罰金、密輸した場合はおよそ170万円の罰金と1年間の禁錮刑が課せられるそうです。またシンガポールの公衆衛生に関する法律は他にもまだあります。使用済みの公共トイレをそのままにしてしまうと初犯でおよそ8万円以下、再犯でおよそ16万円以下、3度目はおよそ40万円以下の罰金を支払うことになるそうです。その他にも街を清潔に保つために厳しい罰金刑などが定められていて、それらを用いることによってシンガポールの街の美しさは保たれているのです。しかし日本にはポイ捨てしたからといって罰金を支払わなければならない法律はありません。罰則もないのに日本の街は清潔で美しいと言われているのです。日本では幼い頃から学校や家庭でゴミのポイ捨てはしない、自分の出したゴミは自分で持ち帰る、他の人が気持ちよく過ごせるように公共の場所を汚さないなどと教えられます。そして自分の敷地でもないのに公園を掃除したり道路を掃除する人々の姿も珍しい光景ではありません。こうして日本では罰則を設けなくても日本人の行動によって街の美しさが保たれているのです。シンガポールでは2014年にポイ捨ての罰金の金額が引き上げられているのですが、翌年の2015年、罰金を支払った人が前年よりおよそ3割も増えたそうです。これは法律を知らない観光客や外国人労働者によるものではありません。その多くが法律を理解しているシンガポール住民によるものだったそうです。この結果にシンガポールでは、幼い頃から公衆道徳の重要性も教えるべきだという声も上がっています。いくら罰金を引き上げても、効果があるのはその時だけ。人々にゴミのポイ捨てをしてはいけない。街を美しく保ちたい。街の清潔さを保つのは自分たちという意識がなければ、問題の解決は難しいのではないでしょうか。さて、先ほどは日本と自国の違いについて、日本のここがすごいというコメントを多くご紹介しましたが、国民性の違いについても多くの声が寄せられています。そんな声を続けてご紹介していきたいと思います。日本人はどうしてあんなに規律正しく、秩序だって行動することができるのか。きちんと列を作り、乗客が降りるのを待ってから乗車する。日本で地下鉄を利用するたびに自分の国との違いを感じているよ。日本人はとても礼儀正しくて親切だ。日本人は英語を理解できない人が多い。しかし何かを尋ねると英語を理解できる人を探そうとしてくれたり、身振り手振りで応じてくれたり、何とかしようとしてくれている感じがとても伝わってくる。建物の場所を尋ねた時なんか、わざわざそこまで案内してくれたことが何回もあった。私の国で言葉が通じない見知らぬ外国人にここまでしてくれる人は日本のように多くはないだろう。僕は日本で暮らし始めたところなんだけど、思ってたよりずっと外国人に対して寛容だ。
日本は島国だし多民族国家ではないから、きっと外国人の僕に対して警戒心を持つだろうと思っていたんだ。でも実際に暮らし始めてみると、みんなフレンドリーでとても優しかった。僕の国より寛容だよ。日本人は約束した時間に遅れることなく来てくれる。そして電車も遅れることはない。突然のアクシデントで電車が止まり、駅の構内が大勢の人でいっぱいになっても大きな混乱は起こらない。日本人はどんな時も規律を重んじ、秩序ある行動をする。もし私の国で同じ状況になったら大パニックに陥るよ。日本人はマナーがいいよね。私の妻は日本人で、私は自宅で子供たちに英語を教えている。私の教室には幼い子供たちも通ってくるんだけど、みんな靴を脱いで揃えるんだ。きちんと揃えられた小さな靴を見るととても微笑ましいし、こんな小さな子供たちでもマナーを守っていると感心してしまう。きっとこの子供たちは他の場所でも守るべきマナーをきちんと守っているのだろう。子供の頃からマナーを守ることを身につけているから、日本人は当たり前のようにマナーを守るのだろう。信号がない横断歩道で停車して子供たちを渡らせてあげたの。そしたら渡る前にお辞儀をして、渡り終わった時にもう一度振り返ってお辞儀をしたの。見知らぬ人に対して子供たちがこんな礼儀正しい行動をとるなんて考えられないわ。私は日本で暮らして3年になるけど、母国で暮らすよりも不安がなく安心して暮らすことができている。これは日本が安全で人々が親切で優しいからだと思うの。日本人は大きな災害が起こった時でも団結し、社会的な秩序が乱れることはない。こんな国は他にはない。日本を旅行中、友人が携帯を落としたが、後日友人のもとへ戻ってきた。こんなことは母国ではありえないことだ。この国民性が最も大きな違いだよ。私の国と違って日本のサービスは素晴らしい。日本のサービスに慣れて帰国すると、自国のサービスには改めて失望する。日本人は礼儀正しい、マナーがいい、規律を守る、秩序だって行動する。これらの国民性を自国との大きな違いと捉えている人々が多いですね。さて、内閣府が公表している第8回世界青年意識調査によると、日本の若者たちは日本人について、勤勉、礼儀正しい、見栄っ張り、平和愛好的というイメージを持っているようです。世界青年意識調査とは、日本、アメリカ、イギリス、フランス、韓国に住む18歳から24歳の若者1000人を対象に、勤勉、寛大、知的、勇敢、進歩的、信頼できないなど12項目を挙げ、それぞれ自国や自国民の印象について複数回答を求めたもの。この第8回世界青年意識調査では、日本の若者たちは自分たち日本人について見栄っ張りという意識を持っているようですが、日本と自国の違いに関するコメントでは、見栄っ張りという意味の言葉は見られませんでした。外国人たちは日本人に対して見栄っ張りであるという意識は持っていないと思われます。そうであれば、実際に日本でずっと暮らしている国民と外国人の間にも、日本や日本人の印象について違いが生じているのかもしれませんね。それでは最後に、とても印象深い外国人のコメントを一つご紹介して、今回はお別れしましょう。日本では言いたいことが言える。政府批判をしても逮捕されることはない。選挙が正しく行われる。インフラが整備されている。健康保険制度が整っている。生活保護という制度もある。自国と比べてみたとき、日本人は日本に生まれたことを感謝するべきだと思った。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。